ベントレイ、ベントレイ、ベントリーは、イギリスの高級車、スポーツカーメーカー、ブランドである。1998年以降は、ドイツフォルクスワーゲングループ参加となり、同グループのフォルクスワーゲン部門に属する。名称は創業者のウォルター・オーウェン・ベントレイ、以降、WO にちなむ。1919年8月、WO は、ベントレイモーターズを、 ロンドンのクリックルウッドに設立。その後、1924年から1930年に、ルマン24時間レースで5回の優勝を飾るなど、モータースポーツで名を挙げ、高性能スポーツカーメーカーとして、世界の富裕層に好んで使用された。しかしその翌年の1931年に、ロールスロイスに買収され、レース活動が封印された。 1923年に始まったルマン24時間レースにベントレイのファクトリーチームとして参戦したドライバーを指す。多くは大富豪の子孫だった。1930年の撤退までに5回の総合優勝を果たした彼らの勇猛果敢な活躍、人間的な魅力、勝利への執念は現在に至るまで語り継がれている。1920年代後半の世界恐慌に 影響を受けて、ベントレーモーターズは、経営不振に陥り、ネーピアと合併交渉が進んでいたが、ライバルであるネーピアとベントレーの合併を恐れた、ロールスロイスが名を使って、毎週、1931年に九州合併された。その後、WO は1935年に、ラゴンダニー籍し1935年のルマン24時間レースで、再び勝利したが、 アストン・マーティンのディビット・ブラウンが WO を欲したためにラゴンダゴと買収され WO は DB シリーズの直列6気筒エンジンを設計した WO がいなくなった後のベントレーはロールス・ロイスのモデルとのバッジエンジニアリング化が進み第二次世界大戦後にかけてロールス・ロイスのオーナーカーバンとしてベントレーは姉妹車されその後はオーナーカー用のスポーティーモデルとして ロールス・ロイスとの差別化が図られた。1971年、親会社であったロールス・ロイス社、ロールス・ロイス・リミテッドは倒産、イギリス国有化された。1973年、ロールス・ロイス社のうちベントレーを含む自動車部門のみが分離され、同国を代表する製造メーカーであったビッカースに売却された。1992年には、 BMW との提携を開始、ベントレイアルナージに搭載される V 型8、気筒エンジンの供給を受けるなどした。1998年、ビッカースは、ロールスロイス、ベントレイを含むの売却を決定、ドイツのフォルクスワーゲングループが、その買収に成功した。この際、同じく買収を試みた BMW との間に、トラブルが生じたが、 ベントレイについてはフォルクスワーゲンが所有。ロールスロイスは2002年までフォルクスワーゲンが生産、販売し、2003年1月からはその権利が BMW に移動することで決着した。2004年に登場したニドアクーペのコンチネンタル GT はフォルクスワーゲンフェートンと大幅なパーツ共有化を図られている。ベントレイの生産は2008年、史上最大である、 年間1万台規模に成長した後、翌2009年には年間5000台規模にまで急減した。2002年にエリザベス2世位即位50周年祝賀記念として、ベントレーステートリムジンがイギリス自動車業界協会より認定され、以後エリザベス2世上の公務専用車として使用されている。ベントレーがイギリス王室のメンバーの使用者として使用されたことは、 あったが、原種の公務専用車として使用されたのは、史上初めてのことである。2003年、ベントレイは、フォルクスワーゲングループの高級車メーカーのアウディの開発による EXP スピード8で2年前にカムバックした、ルマン24時間レースにおいて、21世紀になってから、初めての総合優勝を成し遂げている。なお、スピード8のルーツは、 1999年のアウディ R8 ファミリーにおけるクローズドボディの R8C となる。アルナージ、ミュルザンネは前日のルマンでの活躍からサルトサーキットのコーナー名に由来する。現在5車種を展開しており、いずれも現在日本においては2000万円を超える価格が設定されている。ベントレーマリナーは、ベントレー傘下のベントレー車をカスタマイズするための 高級コーチビルダーである。第二次世界大戦前からヨーロッパ有数のコーチビルダーとして、ベントレーをはじめとするイギリスの高級車を扱っていた、H.J. ミュリナー及びパークウォードは1962年に合併し、ミュリナーパークウォードとなり、ロールスロイスに買収された。現在は、ベントレーの特別注文部門のベントレーマリナーとして、顧客の好み通りに、 ベントレイをカスタマイズさせることが可能となっている。1980年代以降のベントレイにドアモデルは、ほぼ全てが、ベントレイマリナー製を標準としている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。